東松島市の延びる海水浴場は2011年の東日本大震災で被災し閉鎖が続いていましたが場所を移し防潮堤を整備するなどして去年12年ぶりに再開されましたしかし宿泊施設が減ったことや交通の便が悪くなったことなどから今年の来場者数は4333人と 震災前の2010年の48,070人と比べて10分の1ほどにとどまりましたこのため、市は来年以降、伸びる海水浴場を開設しない方針を固めました伸びる海水浴場にはビーチスポーツ用のコートが8面整備されていて市は今後、全国規模の大会を誘致するなどして活用することにしています